入所男性がパンを詰まらせて死亡、時をホームに2490万の賠償金、危険性を確認できたってことなんですけど、名古屋で88歳のおじいちゃんだよね、かなり高齢の、えー、パンをのどに詰まらせて死亡した職員が見守りを怠ったってことで、遺族が2960万で訴えて、結果、ほぼ勝ちですよね、7割、8割通ってるから。 でこの施設側の方に1290万しからを命じたってことで男性は自分で食べることがで,できたので常に見守る義務はなかったと市長、まあ、これが施設側で,で裁判官はこれまでと同じ容態で食事を提供すればより重篤な、えー、結果が生じる危険性を認識できたってことでこうなったってことなんだけどさこれってさ 俺はさ、なんか、んかやったもん勝ち、言ったもん勝ちみたいなことなんじゃないのっていうなんか、あんま気持ちよくないよね。88歳のさ、じゃあ、このね、おじいちゃんに、ずっとついてなきゃいけないわけ、食事中はってなるわけじゃん。無理でしょ、その、人もそんなにいないしさ、全員つかなきゃいけないってなったらさ、人件費かかってしょうがないまさ、まあ、物理的に無理じゃん。で、88歳だったらさ、 こううなっちゃうよ、ね、まあまあ88歳ねうちの亡くなったそばより若いんだけど、まあ、どんなねこの88歳の人か分かんないけどさこれをさあの訴えてさこの金額を取るってさすごい話だよね。まあ、どっちが悪いかっても法律ではまあこのねあの施設の方が悪いってなったんだけどさ。 なんか話しいっつうかなんか嫌な世の中になったなって思うんだよねそうなるとさ施設とかこんな仕事ばからしくてやってらんないよねなんか断るたんびにさ家族の方がさ訴えたりとかしてもっと言うとさこの家族の方がさ荒探ししてさいつかなくなっちゃうわけじゃんこの特用法務でなんか因縁つけてさこの判例があるからさ裁判 するのが得策だよね金になるよねっつってさ自分の亡くなった家族高齢者をそのビジネスにするとかできちゃうじゃんでも法的に認められてるからさってことで粋じゃないなと思うんだよね俺はこれはねちょっとね驚きましたね対策のしようがないじゃんと思うんだよねだパンをそもそも食わせないとかそういうことにすんの もうおかゆとかうどんのみとかそしたらそれはそれでさもっとさいろんなものを食わせてくれとかさなんか嫌な世の中になったなって思うんだよねこれどうすりゃいいのって話だよねマジでお茶漬けとかね <laughs> おかしか食えないじゃんって話でじゃあパンを出すんだったらついてなきゃいけない全員ですね無理でしょって思うしねなんかひどいよねでも実際この現場見てないからわかんないんだけどさそれ以外でも ひどいところがねつたんだところがこの施設のにあったのかもしんないよね。あそれがあのうっぷがたまってこうなったみたいな。一回入れちゃったらね、なかなかさ、変えられないしね。ってことでね、なんかね、足の引っ張り合いみたいなこの世の中は、僕は嫌いですね。粋、まあ、なね、なんか昭和のあの時代に戻りたいよ。どうもありがとうございました。